サクマ製菓のドロップサクマ製菓株式会社はキャンディを製造・販売する日本の企業である。東京都目黒区に本社を置き、長野県佐久市に工場を持つ。イチゴミルク級、サクマ製菓株式会社の前社長である山田広隆の産卵、高茂により、1947年に東京都渋谷区恵比寿にて創業された。1948年、 サクマドロップスの製造を開始し、1949年に事業を法人化。1964年には中心部にチョコレートの入ったキャンディ茶を発売し、テレビ CM にて知名度を上げた。1970年、噛み砕いて食べられるハードキャンディイチゴミルクを発売した。この商品は2006年時点でも同社の最主力商品となっており、 2007年には、第一夜製パンから、佐久間いちごミルクパンも発売されている。なお、1993年度には、J リーグキャンディーが、同社売上高を前年比三割増しへと押し上げる、ヒット商品となったが、翌年には、人気が失速した。1985年、エビスの工場内にパン窯を設けて、高級レストラン向けフランスパンの製造、卸しを始めた。 スクラッチ製法による手作りのパンを1986年時点で有名店35店に納入。1987年に配達サービスを始めてからは得意先が急増したが、同社の浅間工場建設とほぼ同時期にパン部門は株式会社パンテコとして独立している。2020年時点で存在する佐久間製菓株式会社と 佐久間製菓株式会社の2社は、全身企業を同じくしているが、それぞれ独立した経営を行っている。A.B. クシマツトム、ザ・お菓子不創者、1996年、73から75ページ、87から94ページ。ISBN 978から45億94019037円閣企業、採用情報佐久間製菓株式会社。 クイック評価日経新製品ウォッチャー2006年8月28日号日経産業地域研究所編日本経済新聞社58ページ日本食糧新聞2007年12月21日日本食糧新聞社日本食糧新聞1994年9月30日日本食糧新聞社 AB 朝日新聞1986年8月14日、東京長官、朝日新聞社23面。流通サービス新聞1998年5月5日、日韓工業新聞社1面。AB、流通サービス新聞1998年3月24日、日韓工業新聞社20面。ありがとうございます。